皆さんこんにちは、瀬戸セイラです。マジで肌が汚い。これもちょっと最近ニキビができてて絶賛肌荒れ中なんですけれども、そんな本日のテーマなんですが、頭人をやっていきたいと思います。2年ぐらい前にシミ取りレーザーやってみたみたいな動画を何回かに分けてご紹介しています。シミ取りレーザーめちゃめちゃ気になってるぞっていう方はもう本当にリアルで全部お見せしているので、ぜひそちらをチェックしてください。で、そのさらに先日私が出した動画でシミ取りレーザーから2年後の肌暴露しますみたいな動画出したんですけれども、2年目にしてね、ちょっとシミのようなものがこうありますよね。ほら近づくと、これこれ、なんかちょっと2年目にしてすごく気になるものが出てきたんですよね。これを解決したいなと思って、今回トーニングをやっていきたいと思います。待ちに待ったよよ。で、まあトーニングは何かっていうと、シミ取りレーザーって結構出力が強いんですよ。で、皆さんもぜひ注意してほしいんですけれども、シミ取りレーザーって当てていいシミと当てちゃいけないシミがあるんですね。で、当てていいシミっていうのは、まあ、一般的に老人性なんとかっていう、まあ、普通のシミです。当てちゃいけないシミっていうのがあるんですよ。で、この当てちゃいけないシミにシミ取りレーザーを当ててしまうと、逆にこう刺激が強すぎてメラニンが活性化されて、よりシミが濃く悪化してしまうというものがあります。なので皆さんがシミ取りレーザーをやるときは、ちゃんと見極めるところからやってくださる皮膚科さんをぜひ探してやってみてください。でね、まあ2年目にしてさ、このシミっぽいものが現れた私なんですけれども、これがさ、いわゆるその先ほど言ったシミ取りレーザーというレベルの強いレーザーを当てていいのかっていうのがちょっと分かんなかったので、今回はトーニングをやろうと思ってトーニングの予約をしています。トーニングっていうのは、先ほど言ったシミ取りレーザーに対して乾板とかそういったものにも当てられるような弱い出力のレーザーです。ざっくり言うとね。その代わり弱いので、シミ取りレーザーだと一回やればもうなくなるんですよ、シミ。はいはいはい。いや、聞いてくれ聞いてくれ聞いてくれ。というかもう、どっから説明していいんだろう。とりあえずさ、トーニングをしますとね、いう動画だったじゃないですか。で、私の現状を説明すると、現在、トーニング4回目終了しています。で、全部で、8回やる予定なんですね。で、うち4回だから半分終わってるんですよ。いや、でさ、トーニングがどうだというよりも、聞いてくれ、大事件だ大事件だ、そう、大事件なんだよ、聞いてくれ。最初の3回と4回目からは別の病院でやっています。で、一番最初の病院は、ちゃんとね、肌の診断をしてくれて、で、確かにこれ普通の結構根強い奥まであるシミだったら強いレーザーなんだけれども、あなたの場合は割と表面的なシミなので、トーニングで十分これは綺麗に治りますよというお話だったんですよ、1回目のところが。2つ目の病院のところに行き、この前、まあ、やってもらったっちゃやってもらったんだけど、でもそこの病院でさ、あなたなんでトーニングするんですかみたいな言われたの。2つ目の病院の話だと、トーニングは乾板にしか効果がないから、あなたのこれの場合は普通のシミ取りレーザーの強いレーザーじゃないと絶対に取れないから、トーニングを何回重ねても絶対変化ありませんよって言われたのよ。どう思う？え、なんか私どうしたらいいか分かんなくなっちゃってさ、1件目と2件目でまさかこんなに全然違うことを言われるとは思わなかった。しかもなんかさ、とりあえず4回目やったので、そのなんで4回目やったかっていうと、その2件目のところは、この私が気になってるこの目の周りのこのシミっぽいやつは普通の強いレーザーじゃないと絶対に取れませんよって言われたんだけれど、どっちにしろうっすら乾板みたいなのがあるから、トーンアップみたいなのではできますよみたいな。え、てか私乾板ある？わからない。あと、まあちょっと契約の問題でね、私先にそのトーニングの回数券チケットみたいなのを購入しちゃったから、今更撤回できないみたいなのがあって、え、どうしようかな、この真逆のこの意見どうしたらいいかちょっとわかんなくなっちゃったので、とりあえず私回数券チケットを買ってるので全部終わらせます。で、まあ肌の変化どうなったかっていうのはまた別途ご紹介します。というわけで、このまま検証は後半戦でその結果報告していきたいと思います。ほいじゃん。